のフレッシュマンは阿蘇市古城にあります認定こども園古城保育園にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、沢渡かれん、23歳、宮地に住んでいます。沢渡先生はもうこちらにお勤めになってどれぐらいになるんですか？今年度で3年目になります。保育士になろうと思った理由っていうのはどんなことでしょうか？はい、母も保育士をしており、保育に興味を持ったのと、小さい子供が好きで保育士になりたいと思いました。今は何歳のお子さんのクラスを担当されてるんですか？はい、今 1,2 歳児のクラスを担当させていただいています。じゃあ、赤ちゃんクラスということなんですが、仕事のやりがいとか、そういったところはどんなところですか？昨日はできなかったことが今日はできるようになってたり、先生見とってって言って自分でできるよってことを自分でしてみたり、それをお家に帰って先生が褒めてくれたんだよっていうことをお家の方にもお伝えしてたりすることが、それをお家の方がまた私たちに伝えてくださったりすることがとてもやりがいとなっています。普段お仕事をする中で心がけていることは何ですか？日々感謝を忘れず、日々経験をさせていただいているということを忘れずに、勉強じゃなくて保育をさせていただいています。ではプライベートなこともお伺いしたいんですが、23歳ということで結婚願望とかはどうでしょうか？まだ結婚願望はないんですけれども、いずれ結婚ができたらいいなとは思っています。どんな人がタイプですか？面白くて一緒にいて楽しい気持ちになれる方がタイプです。じゃあそんな人と阿蘇市内でデートするならどこに行きましょうか？私はカフェ巡りが好きなので、新しいカフェを一緒に開拓したりしたいなと思います。では最後にこちらのカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。古城保育園は自然に囲まれており、子どもたち一人一人を大切にする仏教保育を基盤とし保育を行っています。職場の雰囲気も明るく、子どもたちものびのびと保育園生活を楽しんでいます。ぜひ保育園にお越しください。今月のフレッシュマンは阿蘇市古城にあります認定こども園古城保育園の沢渡かれん先生をご紹介しました。では最後にいきます。せーの、フレッシュマン。